今なんか用意してるの、これ、これ、これね、あの今僕が使ってる仕掛けの掛け、ちょっと、まあ作ってみたんですけど、はい、ね、これは例えば通常あの麦干しまでやるときのグレー口太だと思うんですけども、はい、道糸どのくらいでしょう。これ1.5号です。1.5号、大体1.5号です、ね、フレクションゼロの1.5号、はい、それでまあ浮き輪ゼロアルファの老眼で見えんしゼロアルファですけど、ゼロアルファ、はい、ゼロアルファで、まあこれはなるほど、まあ半広から1広ぐらいの間につけて、ハリスは2広ぐらいですかね。ハリスは今 何個ぐらいですか。ハリスはね、だいたい 1.2 を使うことが多いです。通常 1.2、はい、それでまあ食いが悪いと、悪い、あまり食わないというところでは1号ぐらいまで落とします。1号落とす、はい、1号を取って、まあ、1号でどのくらいまでだいたい取るでしょう。この前、まあ、3日ほど前に行ったので 1.8 キロ、47ぐらいですか。まあそれぐらいまではなんとか。すげえわ。1号で終わりですか。08とか06とか04とかいきませんか。まあこういうね、磯もいろいろありますから、はい、それであの磯際が魚を取りやすい状況だったら、はい、08ぐらいまでは使える。やるな。ちなみに私は08のハリス持ってません。まあ、磯には1.7、大体1号で1号やってますけど、あ、やっぱ小木は相当すねてるわこれ。まあすねてるのかね。まあ08の糸を使うんだったら針が2号とか3号でいいですよね。まあバランス的だね。バランス的ね。竿は何個ぐらいですか。竿は大体1か 1.2、 1.5 ではやっぱり竿が硬いですね。まあ1か1、池永さんはどれですか。私も1が多いです。1がでもハリスは 1.2 までしか落としません。 1.2 までしか持ってないし、しかも3号とか2号の糸、針結ぶことできません。本当にけど今はね、はい、仕掛けとしてこの塩受け浮きゴム、浮きゴム、はい、これがいいですね。もうほとんどこのジェラーハにこのセットで、はい、セットでね、まあ、これをこれなんか中の構造、浮きの穴がちょっと違うんですよね。あのストレートじゃなくて、うん、中で細い穴に短い間ですけども、そういうストレートな機能というのが、そうそう、なんかあれ見たら前、去年の時見た時になんかいい浮かれて、こう浮きがあると、な中が どうなってるの、これ狭くなってるんですよ。ですね、まあ狭くなってるんですよ。全部ではないですけど、こういう状態ですね。あ、オリオン座コード、オリオン座でなかったら違うかな。オリオンコード、オリオンコードということで、まあここ狭くなっててというのが、あの、という効果があるでしょう。どうしても穴が大きいと、はい、浮き止めをつけない、なるほど仕掛けだけで撮ってると、はい、あの通りが良すぎて止まらずにどん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 仕掛け入ってしまうんです。浮きの目を通り越してしまう。だからある程度こういう状態にしてやると、こういう機能をつけてやると止まってくれる。そこで止まってる。で魚が食えばスパッと抜けると、抵抗結構そのね、あの机の上の計算だけでなくて、はい、実際にそうなんです、はい、だからここある程度ここでつけてやると、見てたらこのね、塩受け水中が水中に入っていって、それについていく、ついていって、で魚が釣れるとスッとこう抜けるという、という構造らしいですよ。まあ、それで、まあ、ハリス08で針が2号か3号で 1.7 とか8まで取る、全て取るわけにはいきませんけども、まあ、そういう魚も取れるということですね。 9割が取るかもしれないし。あの池根さんはどういう仕掛けでやってますか。俺も簡単し、簡単ですか。簡単、私の浮きは、ゼロアルファの 1.5 号のハリスをこう直結してるんですけど、これからこれまでが約 10m と思ってください、ハリスの中に。ということは、あのロトに糸を通して、はい、リールのちょっと上までハリスが来てる。そうです。巻き込んでしまうと、この投げ込みの時に引っかかりますね。もうスプールにこの直角が入ると、うん、
巻いてる糸が放出されるときにこれに引っかかって止まらないですよ。餌が飛んだりする、はい、だからあのリールの中にはこの直結は巻き込まないで投げる最大の長さということでが10メートル、はい、私はあの針を餌のとこ持ってピュンと投げるんですよ。ほら普通こう巻き込んで浮きブランブランからこう後ろ見てピュンと投げる人多いじゃないですか。大体そう、うん、それすると狭いところで一人一つ釣ってしまうと悪いから、私の優しさで、針のとこ持ってこうやってピュンと投げるかこうこっちから持ってきてクロスさせてここで離した瞬間にピュンと投げるという、まあ、それでも 30m 行くんですけど、まあ、あの主なのはハリスの中に浮きがあって、うん、こうハリスごと浮きもこう入ってそういう釣りだから、この直結部はあるけどいくら全誘導でもこの浮きが直結に行くことはないです。こうなる、こうなんか浮きが浮こうとする力に対してカーボンのハリスは重いから下に下がる、下に下がる。で浮きの上のカーボンも重たいから下に下がる。でこうなる。それでずっと入っていく。そのぐらいの浮力でないと調節ができた浮きでないと使えないと。そうですね、うん、これにビーンなんかの浮きをつけて重りを打たずにつってもそういう状態にはならない。ならないです。これしかならないです。あのゼロゼロもダメです。ゼロでもダメです。あゼロ C でないとダメです。ゼロ C のめちゃくちゃあの浮力 の, あの厳しいやつシビアに作ってね。そういう感じです。私もでこのところ冬場ね、はい、冬場餌取り少ないじゃないですか。徳島でも少なくなりましたね。もうね、はい、で普通に巻きを打つとぐれて飽食状態になりませんか。僕ら特に巻きをたくさん使う方なんですよ、はい、まあそうですね、お正月を超えるぐらいまでは結構餌持っているんですけども、大体、まあ 8時間ぐらいですかね、釣るの。大体そんなもん、ね、8時間でどのくらいの量でしょう。大きな身何枚。大体ね、はい、お正月前までだったら5枚は持ってきますけども、さすがにこの時期に来ると3枚ですね。はい、3枚、はい、大体3キロぐらいですか。3キロ大きみが3枚ですね。3キロを3枚っていう感じで、はい、網はどうでしょう。網入れますか。網はね、入れる時もあるんですが、今はこの前行った時は入れてなかった。入れてなかった、添加剤、中剤はいくつでしょう。2袋ですね。プラス2袋で、大体、1日を使ってます。それぐらいにセーブしてます。8時間です。池田さんはどうなんですか。ほぼ同じ。あ、そうですか。今書きながらやった嬉しい練習と一緒やみたいな感じです、うん、やっぱり大分あたりでもたくさん巻くと、はい、後々の食い気に悪くなりますか。はい、ただ普通の方を見ると、うん、どうしてもチヌみたいに塊で打つことがまだ多いんですよ、はいはいはい、冬でもあまり遠投せずに近くでも釣れるときに、ちょっとパチャンパチャンパチャンと入るような巻き餌を打つんで、そういう方には広げろっていうのを私はいつも注意してます。そうですね、うん、急ぎ輪の釣りというのは必ず広げて巻いた方が、はいはい、うん、仕掛けも合わしやすいし魚の浮きもいいですね。いいですよね。でもね、大分意外とそれ少ないんですよ。7割方の人たちがチヌ用の巻きみたいな感じでポチョン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 って。あ、そうじゃ、水温の高い時も低くなった時も、はい、釣り分けをしていない。あまりしてない、うん、だから若い人に、まあね、遠投でなかったら釣れない磯っていうのはそういう風に、ね、仕方がないという面があるので、はい、急ぎ用に巻いた餌がきれいな沖に流れてくれるような磯は、はい、まあ餌取りの少ない時にはそんなに遠投する必要がないですよね。でしょ、うん、無料芝の方を皆さんも広げながら打つですかね。まあ磯にもよるんですけどね。だから大体この頃配合餌というのを使うこと多いですから、はいはい、あんまり最初からその寝るっていうかな、はい、あんまりこうね、負けをしっかり作りすぎると
ばらけたくてもばらけられないっていう時があるんで、そうなんですよ。だからケースバイケースその時に合わさないかんので、はい、作り方も考えてないとね。作り直しが効くような餌にしておくっていうかね、梅雨暮れから秋の暮れ、塩糖、餌取りもかわすような時は、ある程度塩糖は考えないといけないけども、冬はその逆の方がいいですよね。それとあんまり配合餌と練ってしまうと大きめの姿が、はい、消えてしまいますからね。今の時期の船っていうのは、はい、そういう餌よりもその粒がある程度巻いたらこう見える、広がっていくのが見えるっていうような餌の方ははるかに船のよりがいいでしょう。聞いてて立石さんの話聞いてると同じところがあってものすごく嬉しいものすごく嬉しい。だから粒がちょっと残るようにして、でできるだけ広げて合わせやすくして薄くして少ない蒔絵で釣ろうというのがこれからの時期ということですね。はい、これはもう非常に皆さん実行してみてください。広げながら薄く巻きながら、8時間、9キロと2袋ぐらいを目安にっていう感じです。